こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。すごい人が来てます。ちょっと。っていう時はもうよろしくお願いします。お願いします。ブラジルの食パンいますか？ヤギです。何これ。いや水やん。だってそれはコーヒー飲んでんでしょ。僕もやっぱこう収録にいたってさ、こう置いとかなくなるから水を、まあ、ジムで汲んでくんねん。課題やから。だからもともとこれ何かっていうと、もともと昨日の、はい、ハイボールとか作る、はいはいはい、炭酸、業務用炭酸、はい、でそれが空になったやつを次の日、水筒代わりにしてジムで汲んでくんね。なるほどね。はい、ペットボトル3本ぐらい持ってたじゃないですか。はいはいはい。あの時代はもう終わった。あの時代終わった。あ、終わったんや。あの2リットル2つとかでしょ、家で沸かしてきたやつ。いや、違う、なんかコーヒーとあーコーラと、あ、ちょっとだけ入ってる。それは入ってるよ。なんなんあれ。それは入ってんねん。コーラでしょ。これどういうコーラなんこれ。ちびちび飲んでんのコーラ。これ昨日の夜から飲んでんだけど。いや、飲まないやろもうこれ。いや、俺別に炭酸気にならへんねんな、コーラ。甘い汁をカブトムシのように吸うっていう。ちょっとあったらやっぱ違うね。今日はどうして。今日はちょっと八木さんがですね、はい、ついにファイナンシャルプランナー1級に受かったということで。いや、学科試験ね、今。あ、学科だけ。学科だけっていうか、ファイナンシャルプランナーの一番の山は学科試験なんですよ。あ、そうやんな。だからもう、うん、もう取ったと一緒でしょ。まあ 95% ぐらいある実技試験を受けて、うん、晴れて1級技能士っていうところなんです。すごない。そこの山は超えた感じ、うん、俺もだからそのファイナンシャルプランナーについて知らなかった、よく知らなかったですけど、八木、うん、さんが1級取ったっていうニュースを見たんで、はい、ちょっと調べた、ファイナンシャルプランナー1級の難しさみたいな、はい、やばいぐらいむずいらしいで。だから1級受ける人って2級持ってる人ばっかりやんて。そう持ってない。だからその2級持ってる人が受けて1割ぐらいしか受からへんから、もう最初から勉強して1級までたどり着こうもたぶんやばい勉強量が必要や。え、何時間って言ってたかな。結構ですよね。結構、うん、だから俺はちなみに2年間毎日勉強してるから。すごい。毎日、今日も。何時間。今日はまだ2時間ぐらいしかしてないけど、だいたい平均、多い時は6時間ぐらい。え、勉強。勉強量だけで言うと羽生善治先生と一緒に勉強してるやん。いや、だからルーティンやから、もうルーティンになってんねん、2年間の。すごいな。だから多分ね、逆に言うとルーティンの人じゃないと取れへんと思う。取ってる人はなんかもうルーティンタイプの人ばっかりで。なんなんルーティンタイプ。だからその勉強をになんか それに対して異常に固執する人。あ、毎日続ける。続けるマニアックな人しか多分取れへんと思うわ。あ、逆に言うとめっちゃ細かいから。で、やっぱ1級取ったら、うん、八木さんの話聞きたいっていうね、その、はいはい、お金の運用とか、はい、その経済のこととか、こっから自分の資産どうしていくねんとか、うん、いう人多分めっちゃいると思うね、ほんまに、うん。そういう人どうしたらいいの。それで俺は昨日すごい大変やった何がマジで大変なこと起きて、昨日。はいはいはい。あの、もともと営業決まってたんですよ、昨日ね。はい、大きい、まあ、企業さんの、はい、ほんまの一流ホテルのとこで、うん、400、500人いてるとこで、うん、で、はい、寝た時間30分ピンですよ長いな。でもそれはもう僕やっぱり営業今行かせてもらってるから、うん、もう自分の中では見えてたんですよ、はいはい、そのやり方っていうのは、うん。ほんなら1週間ぐらい前にあの連絡あって、その、うん、すいません、あのタンクトップ NG でお願いしますみたいなほう、あ、そうかそうかと、ほう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 みたいな。あ、なんか硬い場やから。硬い場がタンクトップ。ギャグラジオ体操っていうの必ずやってんのよ、はい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 、その音に合わせて。それがもう言ったらネタの軸的なところなんです、はいはいはい。すいません、ギャグラジオ体操なしでお願いします。おお、なんで。いや、そういう、どっちかというと、あの八木さんの、なんかそのファイナンシャルプランナー取ったそっちの話を聞きたいから。で、最後にあの客いじりなしでお願いしますあのね、タンクトップでギャグやって客いじるのが俺の芸やねマジでそうかと。万策尽きてますやん。おお、だからほんまその時に過去のあの犬と漫才した時ぐらいの追い込まれ方した。マジでどうしようと。
だからファイナンシャルプランナーのやつはまだ仕上がってないですね。仕上がってないし、でまあとはいえ、あ、これはファイナンシャルプランナーのどうやって取ったかと、うん、ほんの説明したらいけるやろうと思って一応用意して行ったんですよ。はんはん、ほんならまあ円卓でちょうどご飯食べてるとこなんで、もう聞く台数入ってないんですよ。へ、だからそっからどれだけ自分が惨めかっていう話しだしてえ、なんで僕がファイナンシャルプランナーを取ったか、はあ、それはね、レギュラーがなくなったからなんですっていう話から、ほんとやっぱりいてる人の目がグッと変わんない、食いつきが全然違うんですよで最後の最後は社長から、もうな、吉本あかんかったらうち来いって言われて、すぐ行きますって言ってもう終わっただから西大が、うん、八木さんのそのファイナンシャルプランナーのパッケージを、はいはい、僕が仕切りで、うん、行きたいって言って、うん、もうなんかプレゼンしてたのよ、はいはい、あー、ええやん次第って言って、うん、これ僕行きます、うん、ただあのもしかしたら俺が行きたくなる可能性あるから、そうなったら次第ごめんなっていうその場合はやっぱコンビっていうの方が強いからなって言って、いやそれずるいですよ高橋さんみたいな一回次第に育てといてもらってみたいな、いやだからそういう営業もちょっとね今後あの行かせてもらおうと思って、だからファイナンシャルプランナー取るためにどれだけ努力したかを聞きたいでしょうね、うんうん、多分皆さんこれ1日どれぐらい勉強して勝ち取ったかっていうのと、それ今のね話あるやんか、どうやって勉強したかって、はいはい、これね世界一言う勉強法って、まあ、どこにも出すわけもなく、まあ、僕がまとめてる本なんで、はいはいはい、でもうまとめてるんですか、まとめてんだ、もうドキュメントで、でこれほんまの話やけど、3級と8級ってもうほぼ僕テキスト使ってないんですよ。ほうほうほう、もう YouTube だけで撮れたりとか、うん、で2級は過去問道場って言ってもほぼ過去問やるだけでいけるからテキストやってないの。だからまた3級2級あったら こうとしたら1級ほんまに来んないねんが、労力で言うと多分20倍から30倍ぐらいの労力かかんねんけど、でちなみにあの女と男の市川が持ってるのは3級あいつプロフィールに書くの腹立つなファイナンシャルプランナーって。だから2級持ってるのは祇園の桜井くん と、三木哲也さんで、オリラジあっちゃんの奥さん、あと森下千里さんが今2級持たれてる感じかな。1級は1級は今どこおられない、あの芸能界初ですか。いや、あの役者さんでスターダストでの方おられるんですけど、その方もプロでそういう事務所やってて、こっちプロになられてる感じなんで、そういうあプロじゃなかったらいてないね今。すごない、2級と1級はそんなにもう全然もう別次元なんですよ。ほんでもうそのテキストこんなんなんですけど、もうテキストが太さこんなんなんです、ほんまにコロコロやん、コロコロやん、もしくはボンボンぐらいの感じなんですけど、一緒やろでもこれをやんねんけど字もむっちゃ細かいねんか、でもう見た瞬間にあかんって思うねん、もうそういう感じのあかんって思わせてくるやつねんけど、それで僕はどう攻略したんですよ。これをコンビニ持って行ったよ。え、コンビニにそれを今から多分八木さんがとんでもない格言を放たれる可能性ありますから、お聞き逃しなく。コンビニに持ってったどういうことですか。持って、no. で千円札握りしめて持って行って、うん、それをコンビニにあるコピー機で一番でっかくコピーすんね。ほうほうほう、ほんならこれぐらいのやつがこれぐらいなんだよ。でかいやん、でかいなんだよ、うん、ほんなら今まで全く分からへんかったことがちょっと分かんねん、字が大きいから。だから分からへんやつはもうはっきり言って字を大きくしたら入ってくる。もうこんなんでグワーって書いてたら入ってけへん、ね、だからこれぐらいの感じだったらあれみたいな、ちょっと分かるんちゃうみたいな、どこから切り崩す感じ。これだからその八木さんのこっちからの理論はむちゃくちゃやなと思うかもしれないけど、俺全く同じこと考えてることが実はあって、うん、週刊少年ジャンプの漫画、はい、ジャンプコミックX で読んだらほぼ分からんっていう理論があるんですよはい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 、ジャンプって、うん、まあサイズ感で言うたらそれやな、このサイズじゃないですか、うんうん、これよりちょっとちっちゃいかな、ちっちゃいな、がコミックスになった時、そうそうそう、このサイズに縮小されるのよ、そうやねん、ほんならもうルフィの手どこにいるか分かんへんねんそうやねん、ハンターハンターのルール分からへんよな、決めらんとどうなってるのか分からんようになんねん。っていうのも
作者の皆さんはこのサイズで書いてるから、ね、コミック縮小された時のことじゃなく書いてるから、だから俺は、うん、ジャンプの漫画はタブレットで読む派なんですよ。ああ、こう開けて。あ、iPad やったら、うん、まだサイズこれぐらいやから。しかもちょっと拡大もできるし、はい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 、で、色も鮮明やから、うん、まだ読みやすいんですよ。だから結局大きくせえへんかったら情報って入ってけえへんなっていうのとリンクし一緒です。まさか時を同じくして経験してたんですね。それを時を同じくして。ほんまそうやで、でもマジで。で全部コピーして。全部コピーして、もうそこから始めて。で1日6時間勉強で、うん、1日、いやでも長い時は13時間マックスは13時間マックスマジで入ってけへんな最初頭で、うん、ほんでマジで入ってけへん時に1個の技を覚えたのよ、うんうんうん、でこれどういう技かっていうと4択なんですよ主に、うんうんうん、で4択の時の攻略法を自分がコイン持つねん、うんうんうん、で4択やんか ABCD ってあるとするよ。で ABCD のとこに自分のコインを、うん、こっちが親として、うん、自分がコインかけんねん、うん、で当たったらそれもらえるってシステムするのよ、うんうんうん、ほんで向こうが俺が外れたらその親に取られんねん、うんうん、だから延々ゲーム性を作って向こうが言ったらまあバカラの誰やねん親って、親やだからその問題が親でこっちはもうこうやん、だからもう分からへんかってももうあとはバカラでも運やん構えたら、はいはいはい、4択でほんでもう吸ったら終わりみたいな。あ、1日例えばコイン30枚分やろうみたいな。そうそうそう、ほんだらもうすぐ坊主になるかもしれへんのが伸びてくるのよ。だってもう分かってきたら、あ、これ取れるわと思ったら必ず取れるやんか。ほんだら徐々に買っていける、はい、ああなるほどね。 それはちょっとだからわざと楽しくしようと思って一回途中でそんなやったりとか、はい、こう4択で貼んのよこうこうやって。でも考えたらバカラもあんなんでも結局はなんていうかこう理論ないやん、あれに関して。まあ言うたらほぼ確率や、うん、でも楽しいわけやんか、うん、だからその勉強も別に分からなかったも最終的に確率だけで楽しくなってくるっていうのがあるんですよ。それ結構初期やったやつですね、大きくしてバカラ風に。すごいと思うわほんまに。そんなだからファイナンシャルプランナー1級、うん、学科試験合格した八木さんに聞きたい、うん、はい、この世知辛い世の中を生き抜くためのコツ、うん、はい、はいはいはい、まあありますか。あるよそれは。一番弱い人間は金持ちの人間やで、一番強いのはどれだけここをゆっくりいけるかっていう勝負してるのよ。それしたらちょっと人生が変わると思うよほんま。